はい、今日もあなたと役所天国、本日は2020年の5月の31日、いやー5月の最終日になりましたですね。さあ、そういうことで今日は雨ですね、今午前中ですけどね、雨が降ってまいりまして、まあ仕方なくというか、ハウスの中で種まきをしております。はい、はい、そんなことで今日はね、ちょっと簡単な講座形式といいますか、秋冬キャベツのね、種まき、時期、品種、作り方、それをねちょっと詳しくね、できるだけ詳しく、家庭菜園の方もそうだし、あとある程度こう私のように専業農家としてね、やっている方にもご紹介をさせていただければと思いますので、もしよかったらね、聞いてみてください。参考になるかなと思います。まあ私の場合は完全無農薬で、年間通年栽培をしてるんですね。ですからキャベツね、秋冬キャベツ、今こうやって書きましたけども、とにかく一年中、例えばキャベツはもう通年栽培、一年中、取れるわけですよね。だからできるだけキャベツは主要品目の一つですので、できるだけもう1月から12月までこうやって必ず作る時期、いつでもあるという状況を作ろうとしてるわけですね。それを完全無農薬で有機栽培でそれをやってるということになります。もちろんつながらない時期もございますね。で、秋冬キャベツ、これからなんですね。これから始まります。で、5月の末から種まきが始まって8月の20日、だいたいこれぐらいの間に、収穫が9月ぐらいから始まりまして、来年の3月ぐらいまでを一気にまいてしまうんですね。こういうようにして、とにかく1年1月から12月まであるわけじゃないですかね。今書きますけど、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、秋冬キャベツというのはですね、5月のこっから種まきが始まって8月ぐらいまで、この間にまいて、収穫は9月ぐらいから、あるいは8月の終わりぐらいから、こっからずっといって、翌年の3月までのこの部分ですね、秋そして冬ね、これを全部、網羅しますよとね。秋と冬、9月から約半年7ヶ月間ぐらいのキャベツを、全部この間に種をまいて収穫するよという作付けになりますね。ですから結構長いんですね。で、同時にすごくだから大事になってきます。だから今がその話をできるだけ詳しく話しますので、この動画をできればね、保存版にしていただいてね、何回見てもらってもいいですし、別に企業秘密でも何でもないんですね。よく聞かれるんですけれども、例えば品種は何ですかとかね、ネット検索したら必ず出てきます。で、私も別に普通の、これ普通の種です。普通に皆さんが買えるものです。滝だったり坂田だったり、大体がまあ滝になるわけですけれども、作りやすいものは、特に誰でも買えます。ネット検索してみてくださいね。滝種苗で普通に売ってます。普通にホームセンターでも売ってますね。ネット検索してどこからでも買えますね。特段変わったものは全く使っておりませんね。で、完全無農薬で使っております、作っておりますので、保存版にしていただいて使っていただければと思います。さあさあ、そういうことで、詳しく説明していきますけれどもね、秋冬キャベツの種まき、はい、実は今日一発目です。5月の末、使うのはこれですね、初秋あるいは式巻きキャベツってやつですね。作りやすく巻き時期も広いとありますけれども、この辺、この初秋式巻きから私の場合はスタートいたします。これが5月の末ぐらいから始まりますね。で、その次の番手が、まあこれはだから大体私の場合は1つのグループ、2つのグループ、3つのグループ、そしてラストと、大体こんな感じになってますかね。4つぐらいに大体分かれてます。で、5月の末から始まって、今度6月から入ったら6月の半ば、上旬とか中旬、半ばぐらいまでで、次の番手、新蘭、これ坂田の新蘭ってやつですね。あと定番、金系201。初秋式巻きから今度は新蘭金系201に変わってきます。それが6月ですね。上旬から中旬って書いてありますね。はい、これに行きます。で、今度は7月に入ります。7月のまあ半ばと書いてありますけども、上中下、例えばこの辺のやつが発芽が悪かったりとかしたら早めに前倒しして巻くこともありますけど、基本的には5月6月7月をこう来るわけですね。で、綾風、潮岬、古月、湖水ね、だいたい
この辺ということですね。この中の全部じゃないですね、一部、それぞれ特徴がございますね、ちょっとこうサワー系であったりだとかね、同じキャベツこう平べったい系いろいろあるじゃないですか。その辺うまくね、ずっとキャベツが続くわけですから、多少こうアクセントをつけるような意味においても、いろいろ組み合わせます。で、ラストですね、8月の上旬そして中旬になったら今度あやねっていうやつを言って、これがズドンといきます。これがもう12月ぐらいから越冬分に入ってきますね、1、2、3月、来年の越冬分を2月あたりをだいたい狙って、巻いてます、あやねというのは。そして最後は夢ごろもというので、これはもう3月以降4月とかできれば引っ張りたいあれですね、というようにこの品種ですね、だいたいこう一連書き出しましたけども、キャベツは、おそらく家庭菜園の方あるいはプロの方皆さんそうですけれどもね、農薬を使わずに作るというのはとても難しい野菜の一つなんですよ。あんなにメジャーで、いつでもどこでもスーパーに行けばだいたいあるじゃないですか。でも完全無農薬で一年中作り続けるとはとても難しい野菜の一つなんですよ。ブロッコリーと同じくキャベブロって私たちは呼んでますけど、キャベツ、ブロッコリー、キャベブロ、これはとてもキープするのが難しい野菜の一つですね。それ多分家庭菜園をおやりになっている方は皆さんすごくわかると思うんですね。はい、大体のこの流れです。つまり5月の末ぐらいから8月の、私はもう8月の20日と決めてます。で、これは関東でやってた時期ですので、今年から多少愛知に中部地方に来ましたので、これを前にするのか後ろにするのか、今後ね 1,2 年でちょっと時期をずらすかもしれません。この種まき時期もね、一発目の時期も5月末じゃなくて6月でもいいのかもしれないと、その辺は多少動きますけども、基本的には5月のこの末の時期から8月末までですよね、5、6、7、8のこの4ヶ月の間に、だいたい収穫時期は9月ですけども、9、10、11、12、1、2、3とこの半年分を全部まいてしまうってことなんですね。で、順次植え付けて、どんどん取っていきます。で、それでつなげていくわけですね。ここから、初秋式巻きから始まって、これが9月ぐらいから取れ始めて、この新蘭金系201で綾風のグループ、最後は綾音のグループと、で夢ごろもと、できれば来年の春ね、4月ぐらいまでずっと通年栽培が、出荷し続けるように、作っていくということになりますね。結構これは高度ですね、結構難しいです。慣れてくればね、まあ私の場合は毎年こういうふうにやってます。やっぱりたまにね、11月でちょっと この2番手3番手が調子悪かったりして、ちょっと途切れたりとかっていうふうに、やっぱりまあきっちりいくときもありますけれども、で当然植え付けの時期が、5月6月とかになってくる、一番暑い7月8月に植え付ける時期ですからね、台風がドーンと来たりして、植え付けてすぐ台風が来たりすることもまあまあありますので、なかなかつながるのは難しいですね。でも基本的にはこういう種まきなんだということで、まずは種まきなんですよね。種まきしてきっちり苗を作ると。あとは量の問題ですよね。何株作るのか。ね。我が農園においてはもうあやねとかもう4桁以上ですね。1000株ずつ撒いていきますので、ちょっと量が多いですけれどもね。このペーパーポットを使って、これで大体100ですから、これを例えば10枚とかいきなり撒いていきます。今日はね、この初秋式巻きはそんなにいきません。300と400ですけども、その量に関してはね、皆さんそれぞれ必要な量をね、家庭菜園の人だったら10株でいいだろうし、ということになりますね。あ、これが秋冬キャベツの全容でございますね。なんでしょうね。まあ、多分やってみると意外と難しくはありますけど、話してしまえばたったこれだけのことなんですよ。そんなに難しくはないですね。この時期もだんだん、これから私5月の末か今日この初春巻きますけれども、その都度ね、はい、じゃあ今日は6月に入ったら新蘭と金系201巻きますよっていう、それにね、私が動画配信をしてるんで合わせて種まいていってもらってもいいですからね。で、多分10月ぐらいになって収穫の時期、はい、キャベツできました、これ一発目の、2発目の新蘭ですねとかっていう話をしますのでね、ご自分が種まきをされたのと比べてもらってもいいかなと思います。はい、うまくいくこともあればうまくいかないことがありますのでね、はい、ということです。大体の流れは頭入りますかね。これがいわゆる定番の秋冬キャベツです。で、これ例えばちょっとプラスアルファでまた別途いつか話しますけれども、10月に種をまく、これが春キャベツになってくるんですね。
今度10月になったら今度はまた違う品種が出てきますね。ミハルとか、YR 青空とかいろいろ、つまりこれは10月に巻いて、11月とかに植え付けて越冬させて、被膜せずに越冬させて、4月5月、いわゆるこの葉境期をね、今書いてませんけど狙う秋キャベツ、越冬する春キャベツというのがあります。それが10月に巻きます。プラス例えば12月1月に今度は春キャベツ、この越冬する春キャベツとまた別に春のトンネルキャベツというのが12月1月からスタートするんですね。ちょっとこの辺になってくると難しいですけども、で重ねて、要するに必ず4月5月には、この葉境期ですね、に絶対にキャベツが必ずあるという状況を抑えて作るわけですね。その辺もまた別途話しますね、この辺の、近くなってきたら、というようにして必ずうちはねキャベツまたは白菜が、できるだけ長く取れるという状況を作っているわけですね。主要品目のね、セット野菜の大事な一品ですね。キャベツと白菜、これは必ずね、最低でもどちらかで、大体年間を通してこの2つが大体あるよという状況を作っているわけですね。完全無農薬のキャベツ、完全無農薬の白菜ね、それだけでもやっぱりずっと作っていくの難しいですけど、取れたらやっぱりね、例えば今私三崎キャベツ出してます、で春白菜出してますけれども、なかなかね他の方ではもしかしたら作ってらっしゃらないかもしれないっていうのはね、マルシェとかに出していてもやっぱり感じることなんですね。だからこれが作れるようになると非常に大きな武器だと思いますし、家庭菜園の方はね、そうか、そんなにしょっちゅうしょっちゅうキャベツや白菜があったらね、いろんな調理の仕方、キャベツ白菜はやっぱりいろんなレパートリーができるじゃないですかね。無農薬ですから難しいですけどもね、できた時は喜びはひとしおということでね、ぜひチャレンジしていただきたいと思います。でいつもね言うことですけれども、例えば、もし将来ねこうやってある程度プロになってみたいという方がおられるとするならばですよ、例えば家庭菜園やって将来は、1旦2旦3旦4旦と増やして、もしかしたら、家庭菜園からプロになりたいってもしお考えの方がいたらですね、その方に対してどういうアドバイスをするかというと、毎月1月から12月まで毎月1日にキャベツが1個できるかどうかっていうのをぜひね1年から2年通してやってみてくださいということですね。特に私のようなこういうセット野菜をやりたいっていう人の一番腕試しです。腕試しで一番いいのは、いきなり素人の方がね家庭菜園終わりになってる方が2単3単って回せないはずなんですね。それはとても難しいです。だとしたら家庭菜園をおやりになりながら腕を上げるには、1月から12月の間毎月1日にキャベツ1個作ってくださいね。1月1日にキャベツ1個、2月1日にキャベツ1個ね、明日6月1日ですね、明日6月1日にキャベツ収穫できますかってことですね。で1ヶ月後の7月1月、もちろんこうやって品種が変わっていくわけですね。品種が変わっていっても必ず毎月1日にキャベツ1個が取れたという状況がもしね1年ないし2年連続でできたら、あなたプロになれるかもしれませんね。技術的にはこれかなりレベルの高いことですね。なので1月から12月まで毎月1日にキャベツ1個を収穫するということを一つ目標にするっていうのはおすすめです。はい、これで腕試しをして上で、ある程度やることはそれの増やしていくことですんでね、でも今言ってることはとっても難しいことですよ。はい、私ももしそれやれって言われたら、まあできなくないと思いますけれども、あ、結構難しいな、いつ巻いたらいいだろうとかやっぱ気を使いますけど、まあ私の場合は大体、いつでもある状況を作ってますのであれですけれども、なかなか多分ねそれ逆算して作るって難しいんだって、季節によってはね寒くなったり暑くなったりしますよね。でもそれをくぐり抜けて毎月1日に必ずあるという状況を作るということですね。台風があろうがね、暖冬であろうが何であろうが、毎月1日に1個ずつキャベツがあるという状況を作って、ぜひねこれチャレンジしてみてください。これはね結構チャレンジしがいのあるハードルの高いことだということですね。キャベツ通年栽培できますけど、実際にやってみると本当になかなかハードルが高いんです。ということで今日は秋冬キャベツについてね、この収穫の時期とかいろいろ使ってる品種とか大体話せたと思うんですけどもね、結構やっぱり難しいですよ、キャベツを無農薬でずっと作り続けるというのはね。今三崎キャベツね、三崎キャベツ今
収穫してますよね、5月で。このあと6月7月になって今度また違う品種が出てくるんですね、それこそ近畿201とかが出てきます、6月はね。そういった形で、まあ8月なんかはねキャベツ作るのほんと難しいです。だいたい7月のね20日前後ぐらいでだいたい終わってきちゃうんですね。だからそれをだどう作るのかって、これまた春の時にいつか話しますけれどもね、今日まく初秋の一発目がいつ取れるのか、早ければ8月の終わり、あるいは9月だと思いますけれどもね、良ければですね、という形で。どうですかね、大体大事なところを話したかなと思うんですけどもね、家庭菜園の方、あるいはね、ある程度こうやって有機農業で設定野菜やろうと、プロとしてやろうという方は参考になさってみたらいいんじゃないかなと思うんですけどもね、これはあくまでもあの私のやり方ですから違うやり方があるよ、あるいは、地域によってまた地域差ありますんでね、寒いところ長野とかだったらまた全然違いますから、はい、こんな遅くまで引っ張ったらダメ、もっと早く巻かないとね、この辺はあの冬ね雪で閉ざされるような地域はまた全然別ですから、あくまでも私今これ言ったら関東ベースなので、中部に来たらまたちょっとこの辺は多分、来年から言ってることは少し時期は変わるかとは思いますね、その辺も考慮していただいて聞いていただければと思いますね。というのが今日のね秋冬キャベツという話でございました。ということで、まあ、せっかくだからこの初秋の種まきをねしようかと思います。わかりやすかったですかね、そんな感じで、どうですかね、参考になりましたかね。まあ、答えは一つでありませんから、本当にそれぞれね自分のやりやすいやり方、自分のやり方、ぜひね開発してみてください。私自身もそうですけど、本当にこの20年自分が研修してした時にね教えていただいたことはもう今となってはほとんど、もちろんそれがベースで、それをこう応用編ね、やってきて自分のいいように全部改良してきてますので、それをそのままやってるってことはほとんどありませんから。ただ品種はね、今言った品種ですよね、この定番である例えば初秋、新蘭、近畿201、この辺なんかはね多分ほとんど変わってないですよね。でも近畿201は多分本当に産地では1900キャベツの産地では、詳しく調べてないですけど、おそらく1960年だとかでもう50年以上作られている定番中の定番の品種ですよね。鉄板っていうんでしょうか、鉄板品種だと思います。そういう産地ではねそういうふうに、言われてるというのを聞いたことがありますけれども、できるだけねキャベツ白菜そういうものはできるだけ作りやすいもの、いろいろありますよね。とんがり系のやつだったりサワー系ね、いろいろあります。それはキャベツにしろ白菜にしろね、もう今や本当にいろんな野菜がねもう出てますから、そうやってね定番を作りながらそういう応用編で遊んでみるというのもね、手だとは思います。特にね冬場はね、もう12月ぐらいから、キャベツなんかはね被膜をしなくてもねもう冬場ですから、一応うちはだいぶもう被膜をして、当然被膜いわゆる防虫ネットですね、これはもう完全無農薬の場合は必須でございますので、植え付けたら防虫ネット、植え付けたら防虫ネットで、年内においてはウネマの管理ですよね、有機栽培の極意はウネマにあるということで、ウネマも全部、ビニールを引いてですね、虫が来ない状況を意図的に作るということをやっております。またそれもね植え付けの時期には、配信するかと思いますのでね、参考になさってみてください。これ普通にホームセンターで買ってきたやつですね、初秋ね、ぜひ普通に売ってると思いますから、よくこう種なんか特別なものとかで全然ほとんど、まあ一部ですね、特別なものも使ってますけれども、別にネット検索すれば必ず出てきます。全く手に入らないというものはありません。何度も何度いつも聞かれますが、ぜひネット検索してくださいね、野菜の名前、品種、通信販売とかってやれば必ずね取り扱っている、そういう、種の販売会社さんとか必ず出てきますのでね、特別なことは本当に何もないですから。よいしょ。まあ農業資材においてもね、
必ずネットで今はもう手にどなたでも手に入れられますから、あの別に私たち専業農家だけの、ルートなんてものは存在しませんので、まあ一部その大きい産地とかではね、キャベツの苗を2万個とかっていう発注される方も、そういう人はその地元のね農協さんとかそういった関係の中でおやりになってるんだと思いますので、違うと思いますが、基本的にはね全く私はそういうあの本当に普通のところで普通にやってるだけのことで、多少ちょっと量は多いですだとは思いますが、はい。あと何ですかね、大体のところはお話できたかと思うんですけどね、秋キャベツ、どうぞね、これからの時期に入りますんでね、今日はたまたま雨ですけど、あの暑い時期に入りますからね、難しいですよ。まずもってこの苗作りですよね、今日今種まいてますけども、我が農園これからこの地べたに置くんではなくてね、収穫コンテナの上に置いて、赤い防虫ネットですよね、ちょっとお高い防虫ネットマス目の細かいものを使いますね。最近は昔は買ったこの一袋に入っているものですよね、今これ何ミリ 0.6 ミリですね、昔はこれの倍ぐらい入っていて、この100以上あったんですよね。まあ最近は本当にどんどん、種の高騰ですよね、これはもう、本当に凄まじく種の値段は上がっておりますね。もう10年前とは雲泥の差でございますね、まあ仕方がございません。まあこの辺もね、種取りをしていかなきゃいけないなという、まさにそうでございますね。どこまで巻いたかな、ここまで巻いた、よいしょ。でうちは鹿沼土を使いますが、この鹿沼土もねちょっと時期によってもっと暑い時期になったら、今度は普通にこのふるいの土に変わっていきます。今日はまだ鹿沼土でいいのかなっていう感じですね。それも変わる時期、は今日ぐらいから変わりますと言うと思いますのでね。私はね結構もうあのこうやって量が多分多いんですけど、割ともう手作業というかね、そんなあの特別な道具もこうやってあの穴を開けるこうローラーとかコロコロコロっていって穴を開けたりとか、いろんなそういうこう育苗に関してもね道具がありますけれども、基本的には私はほとんどこの手作業で自分の手の感覚でね乗り切るようにしてます。もうそういう道具を使ってしまうと、もうそれがなくなったり壊れたり、そういう道具ってなんか意外と早く壊れちゃうんですね。そうするとそれがない時にできなくなっちゃうんですね、種まきとか。そういうのが嫌なので、できるだけそういう道具は使わないように、してます。まだねあの私ぐらいの規模だとまだ手作業でいける量ですので、もうねでももうあのヘクタール単位でね、キャベツの種キャベツを何万個って作らなきゃいけないってなると、もうそんなことは言ってられないんであれなんでしょうけども、まだまだ私の場合は数千個単位なので、まだなんとかなるかなということでございます。今日にしてもこれ300、400ぐらいですからね、一発目なのでね、そんな難しい話ではありません。さあそんなことでね、とりあえず今日はこれで巻いて撮影は終わりにしようと思うんですが、なんか秋キャベツとかね、キャベツのことで質問などがあればね、聞いていただいても、あの聞いていただいて構わないんですけど、全部ねお答えできるかちょっと分かりませんが、私も知らないこと山ほどありますから。
ただ私自身が今ね、有機農業20年やってきてこんな感じやってますよという一つの事例ですので、よかったら参考になさってみてください。今日はずっと雨ですね、これね。ということで以上ね、秋冬キャベツの種まき時期ね、品種など一覧をね、紹介させていただきました。よかったら参考にしてみてください。以上でした。